ようこそ、我がキャンプへ。はい。改めまして、こんにちは。私はバーチャル聖騎士のミドーカルマ。皆まで言うな。どうやら帝国との戦いで私はこの世界に飛ばされると同時に、おっさんの声になる呪いをかけられてしまったらしい。世の中、そんなもんです。だが情けは無用。私にはクリスタルの力がついてるからな。ということで、今はこのキャンプで帝国への反撃の機会を狙っているところなんだ。その息抜きとして、私の好きなアウトドアやインドアの趣味の話をここでしていけたらなと考えてます。そうそう、そこに見えるのは、皆さんご存知、富士山。そう、去年ゆるキャンに影響されて11月にキャンプに行ってきた時の写真ですね。写真じゃない、ここで今キャンプしてるわけです。元スコで。はい。ところで皆さん、本日2月4日は何の日かご存知ですか？ミドーカルマのデビュー日？正解！今日2月4日は、春が経つと書いて立春の日です。皆さん、春経ってますか？春経ってますか？経ってないですね、春。そうなんです。立春というのは、二十四節気という季節の分け方の一つで、昔の中国で生まれた言葉ですので、今の日本とはちょっと気候が違うのじゃ。でもこの言葉、日本で独自進化を遂げて生活に溶け込んでます。例えば、夏も近づく88やパンパンという歌がありますが、この88夜というのは、立春から数えて88日目ということなんです。今はまだこんな寒いけど、これから春が始まるよっていうめでたい日という認識で OK です。そう、節分という言葉も、立春の前、つまり春が来る前日ということで、季節を分ける節分という言葉になってるんですね。そんなめでたい日にデビューできたことを光栄に思う。光栄だぞ。この声、やっぱつれえわ。ということで、これからも二十四節気の日には動画を上げていきたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。次の薄いは2月19日。また会おう。